こちらのコーナー、木曜椎名ちゃんでおなじみのオール A コーナーでございます、はい。さあ、オール A コーナーでは深夜の生き生きライフを応援してまいります、はい。たくさんのゲストをお迎えしていますけれども、今日のテーマはこちらです。さまざまな不動産の悩みを解決します、東北三沢ホーム株式会社秋田支店。はい、さあゲストはこちらの方です。東北三沢ホーム株式会社秋田支店不動産課、藤原健太郎さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、さあ藤原さんにお話をお伺いします。まずですね、西村さん、はい、三沢ホームといえば、ね、皆さんね、三沢ホームといえば、はい、憧れの、本当に建築会社なんですね、私にとって。もう二十数年前に最終候補までこう上ったんですけど、いわゆる新築建てる際、はい、で、あの清水の舞台から飛び降りるようにどっちかを選ぶっていう時に、ね、どっちかなっていうね、うん、おしゃれです、なんて言うんでしょう、あのもう最先端の技術を持った三沢ホームにしたかったんですけど、下がったけれども、はい、あら、地元のね経済を潤すためにちょっとリーズナブルな方、はい、そうですか。じゃあ憧れの憧れの三沢ホームです。そうですか、はい、ね、南極昭和基地の建物の建設をお手伝いされたのが三沢ホームさんっていうイメージがね、はい、ありますよね、はい。皆さんねよくご存知の三沢ホームと思いますけれども、今日はですね不動産のお悩み解決です ね、はい、ね、で藤原さんも不動産課にいらっしゃるので、はいはい、その辺を詳しくお伺いしたいと思いますが、まずオール A と東北三沢ホーム、はいはい、株式会社秋田支店のつながりって西村さんご存知ですよね。そうなんです。オール A はいわゆるシニアの皆さんの生き生きライフを応援するという会社なんですけど、そこで作っているサイト、はい、プラットなんですね。でいろんなシニアの情報をそこに集めているんですけど、まあ、皆さんが分かりやすいようにということで、まあ、運営しているんですけど、まあ、いろんなスポンサーの方にご協力いただいて一緒にやってるんですけど、その中の大きな力になっていただいているのが、うんうん、この三沢ホーム秋田支店さんなんです ね、ホームページにも載ってますよね。はい、あ、ありがとうございます。藤原さんは、はい、今日ゲストにお越しいただいてますけれども、ね、三沢ホームにはどれぐらいいらっしゃるんですか。はい、三沢ホームにですね、まあ、新卒で入社しまして、今16年目になりました。はい、そうですか。今不動産課にいらっしゃいますけれども、その前は、はい、その前は新築 の住宅のお手伝いもしていたことがあって、まあ、およそ半分ぐらいですね、今不動産の方で仕事させていただいてます。はい、西村さん、不動産課のイメージってあります？不動産課のイメージってのはあんまりね持ったことないんですけど、うんうんうん、やっぱり現場っていうか会うのは営業の建築の営業の方なんですけどね、うんうん、ですよね、はい、でも不動産っていうとなんかいろいろ相談したいことなんかありそうですね、うんうん、シニアにとってもね、ね、はい、藤原さんがいらっしゃる不動産課ってどんな課ですか。うん、はい、まあ、皆さんのですね不要な、まあ、不動産の売買のお手伝いをしたり、まあ、当社で買い取りをさせていただいたり、まあ、お住み替えのお手伝いをさせていただいたりですね、まあ、不動産に関わることの、まあ、お手伝いですね、させていただいております。うーん、そうですよね、なんかちょっとしたお悩みが、うんうん、どこに相談していいかわからない時ってありますよね。周りにもどうしようと思っている方がたくさんいらっしゃると思いますので、うん、あ、ちょっとね解決のヒントに今日はしていただきたいなと思います。はい、さあ東北三沢ホーム秋田支店のご紹介いただきたいサービスがですね、今日3つほどありまして、まず1つ目なんですけれども何でしょうか。はい、三沢ホームでですねワンストップカウンセリングというのを行っております。ワンストップですね。はい、でこのワンストップというのがですね、まあ、いろいろ不動産のですね、お悩み、皆さんのお悩みというのは様々あるかと思うんですけれども、まあ、そういったことをですね三沢ホームが1本、まあ、相談先を1本でできますよというようなサービスになっています。はい、まあ、当社の方ではパートナーシステムということで書いておりますけれども、まあ、1つの窓口でですね担当者が責任を持って皆様のお悩みに解決にサポートさせていただいております。はい、これは嬉しいですよね。そうですね、まあ、いろんな形で例えば
移転したい、住宅を移したいったら法律問題も絡む、はい、それからあの解体業者さんも絡む、で土地の管理もいろんな業者というかジャンルの相談が必要ですもんね、うんうん、だから例えばイメージですけど、あの行政とかにご相談に行ってもなんとなくイメージですけど、うんうん、こちらに相談してもあすいませんけどそれはこちらの方でここまでは分かりますけどそれはこちらの係でってなんか言われそうな気しますよね。そうなんですよ。そうした中でのワンストップ、はい、こちらの方でっていうのはありがたいですね、はいですね、まあ、建物がもう古くてですね、はい、どうしても解体もしなければいけないとか、あとはあの建物の中にまだたくさんのものがあって処分をしなければいけないとか、まあ、様々な皆さんお悩みありますけれども、うんうん、どこに相談していいのかわからないという方が非常に多いです。それをまあ一本であの当社にご相談いただければ、当社でご協力いただいているあの業者さんおりますので、まあ税理士さんとか司法書士さん、土地家屋調査士さん、まあ、そういったところとですねちょっと協力してあのサポートさせていただきます。素晴らしいですよね。あのこれはもう三沢ホームでお家を建ててなくても大丈夫なんですね、はい、大丈夫です。そうなんですね、はい、その辺もねちょっと気になるポイントなので、うん、あそれはそれはありがたい、はい、すべてお任せできるというね、はい、社内スタッフの方が、いろいろ相談に乗っていただき、はい、やりふりをしてくれるという。そうですね、はいはいはい、ありがとうございます、はい、まずこちらがワンストップカウンセリング、うん、はい、ということでした、はい、そしてもう一つ、はい、大切なお知らせありますよね、はいはい、それがこちらです、はい、相続不動産の民法改正があるんですね、そうですか、知りませんですよね、はい、相続の登記に関してですね義務化ということが今後行われます。背景にありますのが、まあ、今不動産のですね所有者があの分からない不明な不動産というのが非常に多くなっていまして、まあ、行政の用地改修ですとか、あとはまあ災害時のですね、まあ、復興事業とか、まあ、そういったところにもあの影響があります。あと通常の不動産売買にももちろん影響してくることでして、うんうん、まあ、そういったあの不動産のですね所有者が不明であるということの解決の方法の一つとしてこういった民法の改正があります。実際には、令和6年4月1日からスタートしますが、相続ですね、の登記を正当な理由がなくあの申請を行ってしまうと10万円以下の過料という罰則があるというそういうような内容になっておりまして、まあ、相続した不動産の方でですねどのようにしたらいいかわからないという方はぜひあのご相談いただければと思います。やっぱりこういったことはプロの方にお任せできると安心ですよね。わからない方も多いですよね。そうですね、はい、で実際にはあの当社の方のスタッフの方で相談をお受けしてあの司法書士ですね、協力いただいている司法書士の方におつなぎしてですね対応させていただきます、うん、はい、そうなんですね、はい、2つ目ご紹介いただきました。そして3つ目は何でしょうか。こちらです。無料相談会、はいはい、この無料というのに弱いんですよね。いやありがたいですよね、うん、そうですね、あのご相談いただいてですね、まあ、空き家とか空き地、空き土地ですね、未利用の不動産をお持ちの方というのはたくさんいらっしゃるんですけれども、どのようにあの活用していいかわからないという方に向けてですねこういった相談会を行っています。で、ちょっと今年ですね、12月の開催はちょっと相談会としてはちょっと開催は予定しておらないんですけれども、随時あのご相談いただければですねあのスタッフの方で対応させていただきますので、どうぞご相談ください。はい、どんなご相談がありますか。はい、まあ、最近多いのはですね相続に関する、相続不動産を相続しまして、うんうん、まあ、空き家になってしまっている親御さんがまあちょっとあのから相続したものの自分たちではこう活用しないということで、その空き家をどうしたらいいのかという相談ですね、ということで、まあ、売却のお手伝いをさせていただいたりはしました、うんうん、はい、でも本当にそういう多分年頃なんだと思うんですけど、私も、うん、もう東京にいるあの同級生たちが親だけ今お家に残っている状態で、はい、でも広すぎるからどうしようかなって、はい、でそれでそのままやっぱりマンションに引っ越してお家どうしようってなってたりとか、はい、ありますけど、はい、西村さんの近いところお悩みありますか、はい、そうですね、オール A にあのシニアの方々たくさんいらっしゃるんですけど、うん、
やっぱりあの2人だけの、ね、高齢者ご夫婦の中で、うん、今後例えばあの自分広すぎるっていう、うん、今シナさんおっしゃいましたけど、それがまず一つ、どうやったらこう処分っていうか、あの住居を移していけるんだろうか、移転の話ですよね。あとはあの遠隔地で息子さんやあの娘さんがいて、あの私たちが別の方に行った時に、この空き地は誰が管理して、もしくはあのどういうふうにして売却して処理するのかっていうのはね、わからないなっていう、そんな話は結構聞きますね。シニアにとってやっぱり不動産っていうか、自分が ある程度高齢になったその後をどうしようかっていうのは切実な問題です ね。どうですか、リアルにこういったお悩みもありますよね。そうですね、空き家でも非常に多いですし、そう、まあ、家族の構成が変わる、お子さんたちが、まあ、独立されてですね、もともとお住まいだった人数が変わって、まあ、お家大きく広すぎるとかっていうお声はですね、よく聞くかなと思います。ね、そう、こういった場所があると安心ですよね。そうだ、どこに相談すればいいのとか、そもそも分からないからね、売却のタイミングどうしようとか、タイミングがね、ちょっと、まあ、やっぱり自分の家だから持ってたいとかもあるけど、ね、やっぱ税金かかるしとか、ね、いろいろ出てきますから ね。もう細かく相談していいんですか。大丈夫です、はい、そうですか、ね、あとはちょっと今のうち聞きたいこと大丈夫ですか。そうですね、不動産ってやっぱりあの秋田市内の今地価とか変動なんかきっと、はい、あの昔ほどではないにし、どういう状況になってるんでしょうね。気になりますね。そうですね、地価でいきますと、まあ、中心部の方がですね、まあ、比較的土地の値段がちょっと高くはなっております、はい、まあ、そこからちょっと離れるとあの横ばいだったり、ちょっとまあ下落している部分もあります、ね、やっぱ変動してますからね。こう、なるほど、そうでしょうね、ちょっとこう聞いて情報も得たいなという、思いもありますので、詳しくはですね、ぜひお問い合わせいただければ嬉しいです、はい、さあこちらまでお願いします。はい、東北三沢ホームのお問い合わせ先です、ホームページなどもぜひ検索してみてください。さあ詳しくはこちらまでお願いします。予約が一番ね、いいかと思われます。さあ藤原さん、はい、最後にですね、テレビをご覧の皆さん、配信をご覧の皆さんにメッセージお願いします。はい、東北三沢ホームでは皆さんの不動産のお悩みを解決のサポートさせていただいています。ぜひお気軽にご相談ください。はい、気軽に相談できる場所が増えましたね。よかったです。ぜひ、不動産関係のことを何でもお問い合わせいただきたいと思います。ということで今日この時間は東北三沢ホーム株式会社秋田支店不動産課藤原健太郎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。